解放は、戦前の日本で出版された雑誌の一つ。大きく分けて第一次と第二次に分けることができる。解放総刊号の表紙1919 19年6月1日に、吉野作造、福田徳造、大山育おらの黎明会の機関主的役割を持った総合雑誌として、大和部味覚から創刊される。総刊号の発行部数は3万部で、定価は38千。 総監号関東に無署名の解放宣言を掲げて、軍国主義や先制主義など、各種の圧迫から全人類の諸改装を解放することを総監目的とした。実際の編集には、黎明会と近い新人会の赤松勝丸、佐野学宮崎隆介らが参加し、1920年6月号、以後は麻生久し、山名義鶴らが結成した解放者が、 編集業務を行った。対象デモクラシー用語の立場から、労働問題、普通選挙、婦人参政権、被差別部落などの問題を積極的に取り上げて、いったが、次第に急進的自由主義の立場から、社会主義へとシフトしていった。また、文芸欄に、島崎闘村を顧問に迎え、長井家夫、谷崎淳一郎、佐藤春夫、芥川龍之介、菊池博 田山家体、徳田修正、正宗白鳥といった規制の人気作家をはじめ、小川未明、宮地家六、金子博文らを発掘していった。主な執筆者に、前述の人々をはじめ、荒畑寛村、坂井敏彦、山川仁、山川菊江、荒井角、石川三四郎などがいる。一時は、中央公論。 改造と総合雑誌のシェアを競ったが、関東大震災で大和部味覚が全焼して、事実上倒産したために、直前に出された1922年9月号をもって実質上の廃刊となった。関東大震災後、解放復刊の動きは何度かあったものの実現には至らず、1925年に山崎ケサヤが観光していた日本フェビアン協会の機関紙。 社会主義研究が同年7月号より改造の名称を用い、最終的にこれを総合雑誌化する形で同年10月号より正式に復刊された。山崎は改造者を同人制にして石川三四郎、荒井角、小川美名、赤松勝丸、麻生久志ら13名を同人とした。復刊後の定価は50銭。より急進的な社会主義の論調を強め、 また、谷口善太郎、水谷長三郎、片山明、三輪の樹草、高津正道、坂本正河野書から新たな執筆人を迎えた。文芸欄では、葉山義木、林ふを村山智義、平林太子、山内久吉、青の末吉が活躍し、プロレタリア文学の一大拠点となった。だが、売り上げは不振となり、 山崎は1927年4月号をもって、従来を携帯での観光継続を断念した。翌月より山崎と少数の編集者による有人性雑誌となるが、メンバーを江口勘、小川美名ら日本無産派文芸連盟会員が占めた、ため事実上同連盟によってその期間しかした。だが、経営権を握る山崎と編集権を握る。 日本無産派文芸連盟の対立から翌年1月号をもって日本無産派文芸連盟が決別宣言を発表した。山崎は翌月から全国無産団体協議会の助けを借りて、その機関士として存続を図るが、半径なども統一できず、1933年3月号を最後に観光自体が不詳になる。その後、1934年には、 渡辺千が編集権を獲得して、麻生久し、田所照明、菊川忠夫らと共に10月号より社会大衆統計の雑誌として復活しており、1936年まで刊行されていることが確認されているが、こちらもその後の動向は不明である。ありがとうございます。